色鮮やかな南の島々の風景が切り取られた写真集。こちらは沖縄。そして四国88カ所から高野山へ巡る楽園。こう森の中も撮ったはずなんだけど、ほら目に見えない世界。日本を代表する写真家の一人、三好和義さん。なんか楽しくて。楽園をテーマに日本はもとより世界の風景を撮影してきました。タヒチとかモルジブとかそういうのをこうずっと撮ってたんですけど、その中でタヒチでいた時かな、それまで海ばっかりだったのにこの緑の森を撮ってみたいなっていうふうになって、でタヒチの森も良かったんですけど、もっとこう深い森はどっかにないかっていうことで、あのアマゾンとか、そうだな、いろんなこう外国のこう緑の深いところを探したんですけど、まあ、ちょうどこうぴったし自分の撮りたい気持ちとぴったし来るとこはなくて、でたまたまこう屋久島っていうのを思い出して、あ屋久島いいかもっていうようなところがありましたね。最初のその屋久島の森の印象っていうのはどういう感じか覚えてらっしゃいますか？みずみずしいっていうか、こう雨に濡れてるこの景色っていうのかな、緑の勢いっていうか、そういうのはこんなにこう綺麗だし、こう心地いいもんだっていうのを感じましたね。それまで本当に海しか撮らなかったのに緑のこう生命力とか、そういうのにこう驚いたっていうのが屋久島だったですね。写真集屋久島。森や滝、縄文杉といった屋久島のスケールを感じさせるものから、苔の雫や花といったミクロの世界まで、三好さんが見つめた楽園屋久島が写し留められています。まあ、楽園っていう言葉で言えば一番自分にはしっくりくるんですけど、まあ緑の楽園っていうのもあるし、あとはまた日本人にとって特別なこう宗教観を含めた宇宙のような広がりもあるし、宗教観なんかこうそこに行って癒される、そういうような、だからお寺のお堂の中でいるような、そんな気持ちがこう屋久島の森の中でいると感じられるっていう、日本人にとってはやっぱり特別な場所だなっていうのをいつもなんか感じてましたね。三好さんが撮影を続ける奈良ブロージ。尊敬する写真家土門健が屋久島と同じように情熱を傾けて撮影した場所です。写真集には自然と祈りの空間が四季の風景とともに溶け合っています。いつもお寺を撮るときに、なんか室寺なんか特にこう屋久島の森の中でいるような気持ち、を持ってますよね。でそれでこう屋久島と室寺、なんか、まあ、東大寺でももちろんそうなんですけど、お寺の中でこういて気持ちが安らぐっていう、そういう気持ちと屋久島の森の中で、まあ、歩いてたらなかなかわからないんですけど、写真撮るためにやっぱり三脚を据えてじっとそこでいますよね。その過ごす時間っていうのがやっぱお堂の中でいるようなこう気持ちがこう落ち着くっていうんですかね、それが面白いなといつも思いますね。まあ、楽園っていう言葉からこう想像できる場所であったり、想像できるものであったり、まあそういうのをこう写真でこうつなげることによって、やっぱり理想とするような、理想になるような、そういう世界がこう広がったらいいなっていうことで、その中にやっぱりこうみずみずしい屋久島の緑の森っていうのはね、やっぱりすごく重要な部分でもあるし。
やっぱり千年っていうのがね、まあお寺の千年とほら自然の中の千年っていうのはね、一緒のようで、あ、こんなに違うんだとも思うし、だけどその中でいる心地よさっていうのがね、やっぱり屋久島ならではの時間の流れ、そういうのがいいですよね。